ちは。ただいま紹介していただきました石黒です。今日は人とアンドロイドとメディアというタイトルでお話ししたいと思います。私の研究のモチベーションは、その人とは何か、人間とは何かという疑問にあります。この疑問に答えるために、もちろん心理学とか認知科学とか脳科学といった勉強もするんですけれども、この疑問に答えるためにロボットをいろいろ作って研究をしています。で、そうして作ってきたロボットがここにあるいろんなロボットです。最初はすごくロボットらしいロボットを作ってきたんですけれども、最近では非常に人間に近いロボットも作っています。こういったロボットを作っていると、いろんな疑問がどんどん湧いてくるわけです。例えばロボットの見かけというのはもっと人間らしくあるべきかどうかとか、ロボットは人間のような柔らかい皮膚を持つべきかどうか、そういった、人間らしさを追求すればするほど、まだまだ我々が研究していない、いろんなロボットの、テーマが見えてくると。同時に、それが人間を理解する研究と同じ問題意識を持っているということが分かってきます。そうやって、ロボットを作りながらですけれども、その人間とは何かを知るために、研究を続けてきました。で、今日はその中からいくつか、その研究の例といいますか、どういう研究をしてきたか紹介しながら、ロボットとは何か、人とは何かということについて考えてみたいと思います。で、まず一つ目の疑問は、ロボットはどれほど人間らしくあるべきかということです。で、この疑問に答えるために、2004年に、愛知万博で、ここに見て、お見せしていますロボットアンドロイドを展示しました。今日の私もアンドロイドなんですけれども、その体の中身は、ここで見せしているように非常に複雑な、メカニズムでできています。またそれと同時に、表情、人間らしい表情も備え付けています。で、このロボットは非常に人間らしくて評判も良かったんです。ただ人間と同じように喋るというわけにはいかなかったですね。人間と同じ人工頭脳というか、人間と同じレベルの知能を持っているロボットではないので、あらゆる状況において人と同じようにスムースに喋るということはできませんでした。で、もしそれができれば、アンドロイドはもうまさに人と見分けがつかないものになろう、なるだろうと思われるんですけれども、そういった人と同じようにしゃべれて人とほとんど見分けがつかない、そういったアンドロイド、すなわちアンドロイドは人になれるのかっていうと、そうは簡単になることはできないです。それを何とかしようと考えて作ったのがこの遠隔操作型のアンドロイドです。先ほど言いましたように、喋るっていう部分はすごく難しくって、これは人工知能の研究の完成を待たないといけないんですけれども、その喋るっていう部分を遠隔操作に置き換えればですね、アンドロイドも人と同じように、その見かけ上喋ることができるわけです。それで遠隔操作システムとこのアンドロイドを組み合わせたジェミノイドというシステムを作りました。これは実在人間の遠隔操作型アンドロイドだと、そういう意味で、ジェミノイドに双子というふうに、双子もどきというふうに今呼んでいます。このジェミノイドシステムで非常に興味深いのは、操作する人も、そしてアンドロイドと喋る人もどちらもですね、このアンドロイド、ジェミノイドですね、私本人であるかのごとく勘違いをしていく
というところですね。で、まあ話す人が私そっくりのアンドロイドに向かって私と話している気分になるというのは想像してもらえると思うんですけれども、操作する側ですね。操作する側も、しばらく操作していると、まあ誰かと対話しているとですね、まるで自分の体を使って対話しているかのような勘違いを起こします。まあ、その例を一つお見せしたいんですけれども、まあ、こういうふうに、誰かがほっぺたをつつきます。このジェミノイド立って歩くことはできないんですね、まあ、今日の私もそうなんですけれども、まあ、立って歩くことはできないので操作している時にほっぺたをつつかれるとすごく気分が悪いというかなんかイライラするんですね。で、それはただその画像を見てても少しイライラするんですけれども、ただそれだけではなくて本当に操作している人がこの誰かに自分のほっぺたをつつかれているようなそういう気分になります。でもっと興味深いのはこの操作する人、必ずしも私でなくてもいいんですね、私よりもむしろ私の行動をよく知る秘書さんだったり、まあ、そういった近くで私の行動をよく見ている人の方が、まあ、それと女性の方の方がアンドロイドには乗り移りやすいという性質があります。まあ、どうしてじゃあそういうことが起こるのかというと、自分の体ではないアンドロイドに乗り移ってそのアンドロイドがまるで自分の体のように感じられる。で、これは我々の脳の仕組みにあります。で、我々の脳は非常に複雑な体を動かしているわけですけれども、その体のすべてを把握して動かしているわけではないですね。極端な話をすれば、私はですね、自分たちのことをあまり知らないけれども、まあ、それなりにちゃんと動いてくれる体を自分の体として認識している。で、どれぐらい知らないかというと、例えば顔を知らない、声を知らない、動きを知らないといったことがあります。まあ、皆さんは自分の顔をご存知だと、そういうふうに信じておられるかもしれないんですけれども、まあ、実際にはその毎朝見ている顔っていうのは鏡の顔ですね。鏡の顔っていうのは左右逆転していて、写真の顔とは全く別人に写っているわけです。で、全く別人に写っているっていうか、鏡の顔っていうのはこのように存在しないわけです。でもその鏡の顔を見て自分は今日はちゃんとね、髪型が整っているとか変な顔をしていないとか確認していると。ところがそんな顔は誰も見ていなくて、周りの人が見ているのは写真の顔だったりするわけです。で、声も同じですよね。ボイスレコーダーで記録して再生した声が自分の声で、普段体の中から聞こえてくる声っていうのは自分の声ではない。で、動きもそうです。自分の動きに対して逐一全部意識して報告できる人なんていないですよね。まあ、そういうふうに我々人間っていうのは自分たちの動き、姿、形ほとんど知らないわけです。正確に報告することができない。体がだいたい自分の都合よく動いていれば、それを自分の体というふうに、信じてしまうわけです。だからこのジェミノイド、例えばオペレーターがですね、首を動かすとジェミノイドも首を動かせるし、オペレーターが喋るとジェミノイドも喋るんですね。口がちゃんと動くんです。そういうのを見てると、自分の体とちゃんと同期して動いていると。で、なおかつそのジェミノイドで誰かと喋れるということですから、操作する人っていうのは自分の体のようにジェミノイドを感じると。で、そうなるとこのジェミノイドをすごくいろんなことに使えるようになります。このジェミノイドを遠隔地に置いて、遠隔地に自分が行くのではなくてジェミノイドが行くと、そこでジェミノイドがいろいろ経験するわけですけれども、それを自分の経験として受け入れられる、まあ、そういうことです。例えば
まあこれは今日と同じ状況ですけれども、時々私はこのジェミノイドを使ってミーティングをしたりしています。で、これ何も問題がないというか、ごくごく自然のミーティングができます。多分今日も比較的自然な私の講義を皆さんに聞いていただいているのではないかなと思うんですけれども、ビデオ会議と違ってですね、権威もある程度伝わりますし、まあ、何も問題がないと。まあ、ただ一つ問題があるとすると、これは普段あの ATR という研究所に置いてあるですね、このビデオの中のジェミノイドはなんですけれども、で、その研究所はですね、私がジェミノイドを使ってミーティングをすると、給料を払えないなんてことを言うわけですね。で、それは非常におかしいことで、今までですね、ミーティングをして給料を払わないと言われたことはないわけですね。で、じゃあ私って何かっていうと、それは見かけであったり声であったり、動きだったりするわけですけれども、ほとんど全部ここにあるわけですね。もちろん脳みそとか胃とかそういったものはないんですけれども、そういったものは一度もチェックされたことがないと。今日は先生脳みそ入ってますかとか、胃入ってますかなんてことは聞かれたことがないと。で、ここがすごく面白いところで、こういうアンドロイドを使ってみると、人間社会っていうのは単にその人が人間であるって信じるだけでお金をやり取りするというか、我々がの社会を一番そこで支えているのは互いに信じることだけなんだなということに改めて、気づかされます。まあ、これもこういうアンドロイド研究の一つの面白さなのかなと思います。で、もちろんこのアンドロイドというかジェミノイドを使えばですね、今日のような講義もできますし、それからこれはカフェに置いてあるんですけれども、これはヨーロッパのオーストリリンツという町のすごい田舎町のカフェですが、そこに置いて、私は日本にいて、日本から遠隔操作して、で、いろんな人と話をしました。で、半分ぐらいの人が、気がつかなくて、で、半分ぐらいの人が、私じゃないって気がつくんですけれども、要するに人間じゃないというふうに気がつくんですけれども、一旦話し始めると何の問題もなく、まあ、普通に友達のように話をすることができました。で、たくさん友達できました。で、この状況はどういう状況かということを考えてもらいたいんですけれども、アンドロイド、ジェミノイドというロボットですけれども、いわば大きなスピーカーなんですよね。で、大きなスピーカーをこういうカフェとかレストランで使っていいのかというと、さすがのヨーロッパでもそれはマナー違反だなと。でも、その姿形が私そっくりであれば、まあ、何の問題でもないと、普通にみんなは受け入れてくれるわけですよね。で、これが人間の姿形の社会における重要性なのかと思うわけです。で、人間の姿形をしているから、ただのスピーカーではなくって、そこに存在を感じる人のような存在を感じて、スピーカーをただ鳴らす時のような、邪魔な感じはしないという。で、まあ、こういう世界実は徐々に落としています。私の研究室にはすでに3台のジェミノイドがいまして、その3人の、ジェミノイドのマスターがいて、それぞれが自分のジェミノイドを持っています。まあ、この3体のジェミノイドを1つの部屋に入れて、3人が別々のところから操作してみたこともありますけど、すごく自然で、まあ、何も問題がない、まあこれでいいなと、こういう世界で十分やっていけるなという感じがしたものです。で、さらにこのジェミノイドを使ってですね、アンドロイド演劇なんてものを作っています。まあ、これは従来演劇っていうのが人間が演じるものとされていたところに、新しい挑戦をしようと、アンドロイドでも演じられるのではないかとか、アンドロイドの方が時により人間らしく振る舞えるかもしれないと。で、これはジェミノイドという技術ですから、例えばそのすごく綺麗な見かけと動きと、それから演劇にすればですね、普通の人よりもはるかに綺麗な、まあ綺麗な話し方、対話を実現することができるわけです。
で、そうしてこのアンドロイド演劇を作って、2年前にはリンツの大聖堂、オーストリアですけどヨーロッパので、公演しました。まあそしたらすごく高い評判を得ることができたんです。アンドロイドの演技に感動して泣く人さえも出てきました。ただちょっと予想外だったのは、アンドロイドが綺麗すぎて人間らしくないっていう人もたくさん出てきたんです。で、人間はこんなに綺麗じゃないと、人間ってもっと泥臭いところがある、でもこのアンドロイドはすごく綺麗で、まるでマリア様が話しているようだというような意見をたくさん受けました。それで私がちょっと思い直したのは、その完璧な人間っていうのは人間らしくないんだということなんですね。じゃあより人間らしいものは何なのかというと、少し勘違いをしていたのは、特定の人間の人のコピーを作るっていうのはいわば写真を撮るようなものなんですね。でも特定の人のコピーであるジェミノイドはいわばその人の写真で、でもそのジェミノイドっていうのはその1枚の写真がその人を代表しないと同じように、完璧にその特定の人のコピーを作り上げることなんて無理なんだと。だから、ジェミノイド見かけはその人にそっくりなんですけれども、必ずしもその喋ってですね、その人元のあの存在を感じるっていうよりかは、人の存在は感じるけれども少し違う額になってたりします。人間はですね、その人をいろんな、モダリティというか、いろんな情報をもとにその人を認識しています。顔とか動きとか話す内容とか、匂いとかね、そうやって自分の中でその人のイメージを作り出して、そのイメージをもとにその人が誰であるか、その目の前でいる人が誰であるかを認識しているということなんですね。まあ乱暴に言えば、人は人と想像力で関わっているんだと。だから、特定の人間そっくりのアンドロイドよりも、またはジェミノイドよりも、想像の余地を残した人間としての最低限の姿形をデザインする方が人間らしく喋れるのではないかと、そういうふうにして考え出したのがこの新しいデザインです。人にしか見えない、でも、年齢とか性別を言い当てることはできない、すごくニュートラルな姿形になっています。で、これをテレノイドと呼んでいます。実はこのテレノイド、お年寄りにすごく人気があります。まあ、ジェミノイドと同じように遠隔操作するロボットなんですけれども、このテレノイドから声が聞こえてくると、その声をもとに話している人を想像して頭に思い浮かべるわけですね。そうしたらその思い浮かんだ姿形がこの誰にでも見えるテレノイドの姿形にちょうど重なって見えてくるような、そんな気がすると言われています。で、実際にお年寄りっていうのは、成人の人と喋る、少し躊躇されるんですけれども、この自分のイメージで喋れるテレノイドに関しては全く躊躇なく、全く例外なく、その全てのお年寄りが気楽に、対話を楽しまれるということが確認できています。まあこれすごく評判がいいので、でまた電話と違ってですね、テレノイドと喋った後は寂しくないと、まあ、そういうので世界一の福祉国家であるデンマークで実際どうやって利用すればいいのかというのを検討し始めています。で、まあお年寄り中心にすごく成功したので、これをもっと広めようと、いろんな人に使ってもらおうというので、もう一つ今取り組んでいるのが携帯電話型のテレノイド、エルフォイドというものです。で、携帯電話、皆さんはスマートフォンをたくさん使われていると思うんですけれども、スマートフォンにも音声認識の機能があって、だんだん知能が身についてきていると思います。ただ少し不思議なのはですね、そういう、黒い箱に皆さん話しかけていると、これはすごく奇妙な感じがしませんか？人間っていうのは黒い箱に話しかけるような、脳の機能なんか持っていないと思うんですね。
人間らしいものに話しかけた方が自然であると。で、またそのテレノイドのような姿形をスマートフォンに与えれば、話している相手をですね、手の中に感じて、その人の存在、声だけではなくって存在を感じながら、相手と話をすることができる、まあ、そういう、日本初の新しいスマートフォンを作りたいなと思って実際にもう試作しています。まあ、ごく近い将来、半年か1年かわからないですけれども、こういった新しいスマートフォンというか、本当の意味のスマートフォンを皆さんが使われる日が、やってくるかもしれないなというふうにも思うわけです。まあ、人間らしさの研究が、大きな課題の一つであったんですけれども、人間らしさにおいて見かけは重要でないと、むしろ人間の想像を最大限にかきたてるような、そういうデザインの方が幅広く利用できるのではないかと、そういうふうに研究を展開しました。まだ何が人間を人間たらしめているのか、まだ全て分かっているわけではないです。今後も研究を続けていって、人間とは何かという問題にいつの日か答えられればというふうに思っております。今日はご清聴どうもありがとうございました。